皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、 THC オカルトラジオ、ともです。木村です。けいすけです。本日はこの3人でけいすけ企画、はい、お願いします。よろしくお願いします。今日はね、けいすけ企画の中でもなかなか好評だった、宇宙企画ですね。宇宙企画、はい、いいね。宇宙企画、宇宙の雑学やったじゃないですか。あれの第3弾です。宇宙の謎に迫る第3弾、宇宙の雑学土星触り編ですね。触り編、はい。前回の宇宙企画の時にも言ってたんですけど、土星ってすげえいろいろなんかネタがあって、もうめちゃめちゃ広いから、これはまた今度土星特集組みますねみたいなこと言ったんですけど、本当に広すぎて手つかずの状態だったんですよ。土星っていう感じだった。違います。冷てえじゃん、木村さんじゃない場合。いや、木村さんには温かく、ともくんには冷たくっていう。決まりがね。そうですよ。年功序列なんでね。だから俺の場合は無視じゃないですか。なんで言っちゃったのかなとは思ったよ、俺も。本当に。やべ、止めれんくなってきとる。いや、そっち側ってことですか。木村さんが片足突っ込んできたっていうことね。もうその流れ、どうにかせい。火星だよね、それは。はい、そうです。ちょっとひねり加えようかなと思ったら失敗したやつですね。はい、ということで、はい、今日はですね、その土星についていろいろ調べようかなと思ったんですけど、本当に広すぎて、掘り下げるのも無事ってなったんで、今日は触り編ということで、さらっとこんなことがあるんだよっていう、はい、土星の真実なり新発見なりを軽く喋っていくんで、その中で気になったものがあれば、コメント欄にも書いていただいたりとかして、そこから掘り下げたバージョン、膨らましていくわけね。次は第4弾は土星掘り下げ編になるんで、はい、今日はもうさらっとパパパッと言っていくんで、その発見、新事実みたいなのが17項目あります。すごいね。結構ある。はい、これだけで17項目あります。すごいな。なんでこう聞いてて気になったら、それってさっていうのを言わずにメモ取っといてください。なぜなら忘れちゃって突っ込まれても答えれないから。だって俺この17項目今から読むじゃないですか。同じ気持ちでへーって思ってますから。一緒ってことね。そう一緒です。なくせに俺がプレゼンしますよみたいな、してますよみたいな顔してね。顔はしてます。俺の企画いいでしょっていう顔だけはしますけど、一緒ですよ気持ちは。なんで土星なの？いや、なんかその前回やった時にこの土星が多いんでっていう話をしてたんで、そう、それはまた次回、次の機会にやりますねみたいなことを言ってたんで、まあこの機会に。わかりました。輪っかがあるやつだよね。そうです。輪っかがあるやつです。じゃあ本当に早めに終わっちゃったら角原のラーメンの話しよう。そうですね。土星輪っかあるんで、その輪っかのこととかも結構詳しく喋りたいなっていうのもあるんですけど、まだ調べてないんで、もし時間を持て余しちゃったら、すいません、ラーメン企画に変えます。わかりました。はい、よろしくお願いします。出汁の取り方から、いいですね。あれの作り方から、最高最高。あと僕ネギ軟骨の作り方教えてほしいです。ああ、そうだね。ちょっとな、今やリスナーさんがそっちの方が聞きてえって。俺の企画は？それが早めに終わったらね。そうですね。まあこのね、木村さんのラーメンのことについてもっと知りたいってのがあったら、別の企画でやりましょう。それもコメント欄に書いてます。俺それ多かったらコメント返ししないからな。じゃあいきますか。はい、ということで、まず一つ目ですね。はい、土星の輪は最初耳だと思われていたっていう。あ、なるほどね。はい、観測したらなんか周りになんかついてるぞと。はい。だからそれが輪っかってのは分からなくて、球体の周りにちょんちょんってあるぞっつって、輪っかなんか分かんなかったって言いたかったんですよね。違うっす。違うっす。止めれんかったっす。いやもうなんか17個全部ぶち込んできそうな気がする。期待してますよ。はい、これなんですけど、最初に土星を見つけたのがガリレオなんですよ。そんな昔の人なんだ。はい。でそれ望遠鏡で土星を観測した時に、土星っていうかその土星の耳を見つけたのがガリレオで、最初観測した時にまだその機械もそんな精密じゃないから、とその輪っかってのが見えなくてチュンチュンってついてるから、耳があるぞ土星にはっていう答えに行き着いて、土星には耳があるって言ってたらしいです。そうなんですよ。でここに関してももっと詳しく書いた記事があるみたいなんで、次回掘り下げますね。わかりました。そのガリレオがなんで土星の耳をどうこうだっていうのがあるみたいなんでね。まず1つ目はそれです。はい。そして第2問目、2問じゃないですね、すいません、さっきの収録のが残ってますこの前にねともくんのやつやってたんで、はいすいません。2つ目ですね。はい。土星の輪は氷と岩石でできていると。氷と岩石でできてるらしいんですよ。数十億個に及ぶ氷と岩石が集まって形成されていますと。はい。で塩粒ぐらいの大きさのものから山ぐらいの大きさのものまで、さまざまな岩だったり石だったり氷だったりが組み合わさってできてるっていうね。なんかパッと見ると乗れそうに思うけど、一個一個の粒が回ってるっていう。そうなんですよ。まあでも一応乗ろうと思えば乗れるには乗れると思いますけどね。山みたいな山がありますから。山ぐらいのね。じゃあ3つ目いきますね。こんな感じでトントンいっちゃいますよ。はい。3つ目、土星の輪は3000円あれば見ることができると、誰でも。っていうのも、土星を観測するには20倍望遠鏡があれば可能とされていますと。なんでその20倍のなんていうんですか望遠鏡が3000円あれば買えると。なんでそれがあれば見れるよっていう。なるほど。でもなんか俺3000円ぐらいだったかもしれない、望遠鏡買って。なんか一時期買ってましたよね。置いてあった気がする。使ってるの見たことないけど。でも2、3回使ったよ。そうなんですか。なんかあれですよね、買って満足っていうタイプじゃないですか僕。ともくん買って使って満足じゃないですか。いやでも俺も買って満足の時あるよ。マジですか。じゃあ友達ですね。じゃあ4つ目。すいませんね。土星の輪は複数ある。そうなんだ。そう、あれ1つじゃなくて層が何個もできてて輪になってるらしいんですよ。そうなんだね。違うんですよ。でも俺も冷たく当たりたいんですよ。だけどあんなキラキラした目で見られるとわかるよ。行くぞっていう顔を見たでね俺は。せめておって思ったもん。笑ってあげないと。2個3個はなかったじゃん木村さん。3個目、4個目来たぞって思った。三段落ちっていうね、技術を使ってますね。はい。一応発見された順にアルファベットで順番付けされてるみたいなんですよ。 A 館 B 館みたいな。そうですそうです。で名前が付けられてるんですけど、なんか足りるの24で一応足ります。現時点では12345 6個ですね。だけど最近までは5個だと思われてました。新たに発見されたんだ。はいってなってたんですけど、はい、実は、はい、だけどそれで収まってるんですよ今のところ。はい、だけど実はもっと細かいこと言っていくと、30以上あるぞって。そうなんだ。はい。まあでもここもまたそれについて詳しくっていう記事もあるんで、まあそこについてもまた次回ちゃんと掘り下げていこうかなと。ちょっと輪っか気になるかも。なんであそこのあの部分だけっていうのが。そう、いい質問ですね。後から出てくる。後から出てきます。後から出てきますね。じゃあ次いきますよ。土星の輪は惑星の残骸である。惑星が太古の昔に土星の惑星だった星が水星などで破壊されたものだと言われています。衛星じゃなくて、そう衛星だった星が水星で破壊された。そうだよね、はい。俺なんて言いました？惑星って言ったまさかそんなわけないいや、衛星と惑星ぐらいわかりますよ。そうですよね俺が聞き間違えたんだそうです申し訳ない。他にもね、思ったぞって人いたら聞き間違いです面目ねはい、全然いいですよで、その残骸が土星の引力でリング状に成形されたと。はい、形成ねもう聞かないなと思いますんでそう間違えました大丈夫ですかこれじゃあ6つ目いきますね、はい。土星の輪を発見した人は振り子時計も発明していた。はい、ガリレオが耳って表現した土星の謎の物体を、いやいやあれ実はリングの形になってるぜって言った人がその振り子時計を作った人なんですって。ね、オランダの天文物理学者クリスチャン・ホイヘンスさんですね。そう、まあ土星と関係なくねってちょっと思っちゃいますよね。まあ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 、うん。まあでも一応6個目に書いてあるんで一応それは言ってますねはい、はい、でなんかその人がいろいろ発見したことがあるらしくて、その宇宙についての、土星だけじゃなくて、っていうのもあるんで、それもちょっとまた別の機会で紹介するのもありかなと。ホイヘン氏を、はい、ホイヘン氏さんが発見した宇宙の謎みたいなのもありかなと。天文学者だもんね。うん、そうなんですよ。なんでそれもまた別の機会にやってみようかなと。次7個目いきますね。土星の輪には生命がいる可能性があると。っていうのもですね、土星の輪にはね、実は月が浮かんでるんですって。月？はい、土星の輪の中に月があるんですって。あの月じゃなくてまた別の月、エンケラドスっていう月らしいですね。でその月が表面から水蒸気と氷を噴出してると。なんでその星には海が存在することが分かっていますと。この海は生命が存在する条件が整っていると考えられています。はい、でこれもまた詳しく掘り下げてある記事があって、またそれをまとめれたらその宇宙の雑学についてっていうのが人気が出てね、続けるってなったらいろいろやってきます。それ気になるね。気になりますよね。だってもう宇宙人というか宇宙生物がっていう話になってくるもんね。そうなんですよ。まあただめっちゃちっちゃいですけどね、月が。あ、そうなんだ。はい。あ、だって山ぐらいってこと？いやでももうちょっと大きいとは思いますけど、あんま調べてないんで分かんないっす。今日はね。そうだよね。だって俺らと一緒だもんね。そうですよ。俺も今へーって思ってました。いるかもしれないんだって思ってますよ。はい。ということで次ですね。8個目。土星の輪はそれぞれ違った速度で回っていると。そうなんだ。はい。その何種類かある輪の種類の中で全部速度が違うんですね。同性やつもある。はい、同性やつもありますね。うん、そうなんですよね。速いのもあるだろう。速いのもあるし、遅いのもあるだろうし、逆回転とかもあったりして。振らないかな。ないですかね。ちょっとね、行き過ぎちゃう癖があるので、ね、そういうのは制御してくださいね。はい。なんかその土星の輪にはさっきも言ったんですけど複数の輪が存在していますと、それらは全く違った速度で土星の周りを回っていますっていうことがもう判明してますね。はい、なんかその輪自体がそれぞれ独立してるらしいですね。じゃあ9つ目いきますよ。はい、土星以外にも木星、海王星、天王星にも輪があります。土星と同じように輪があるんですよ。ただ土星の輪が有名すぎて、あんまり知られてないらしいですね。なんかこのそれについても、それぞれの星ごとに記事があったんで、これも掘り下げようと思えば掘り下げれます。だけど今日はへえで終わりです。わかりました。はい、では次10個目。なんか意外とボリューミーですね。17個もあると。いやそうだよ、うん、1個1分でやったとしても17分あるでね。そうですね、1個1分でいきますね。いいですよ、ゆっくりで。ゆっくりでいいですか。ラーメンの話にとかなっちゃう。そうですね。じゃあ10個目いきます。土星の輪から水星衝突の歴史がわかると。土星の輪からは水星が衝突した跡を発見することができ、研究者はそれから土星と水星の衝突の歴史を調べることができますと。なんかそれって輪自体がいろんなもので出来上がっとるのに、なんでその跡が残るのかなってちょっと思いません？なるほど。でもその大きい山ぐらい大きいものだったら、なんかその水星がそこに当たって、ああそうか、なんか調べるとかちょっと崩れてみたいな、その部分があってみたいな、ちょっと分かんないけどさ、なんか歴史ってなったら、なんていうんですか、イメージ的に机とかに残った傷みたいな、その個体に傷がついてなら分かるんですけど、それ自体がバラバラのもので、その当たった時はバッてこう傷みたいになるのは分かるんですけど、そのままずっと回り続けてたら、なんかこうまたこう集まってくっつきはしないけど、その後は消えちゃうんじゃないかなみたいなふうに思うんですけど、でもそれが観測できるらしいんですよね。まあその辺もなんでかっていうのも気になったら調べようとは。思えば調べれると思うので、はい、気になったと思いました？そんなにじゃあこれはあんま調べんでいいかな。じゃあ11個目いきますね。はい、はい、土星が高速で回転することで輪が形成されている。なんかそれなんとなくわかる。土星の1日が短いんですって。へえ、地球よりも短いんだ。はい、1回転するのに10時間33分です。なので地球の倍以上の速さで。質量だってめちゃくちゃでかいんでしょ、土星なんて。そうなんですかね。木星よりでかい？どうですか？僕もそこまで調べてないので。いやなんかとりあえずでかいからさ、もう表面速度なんて言ったらもうとんでもない速さだね。そうなんですよね。その回転力のせいでこの輪ができてるんですって。わかる気がする。じゃあなんかそれはわかるんですけど、速度が違うことになる。それはやっぱ引力が違うからじゃない？あ、そうか。外の方が遅くなったりみたいな。みたいな。わかんないけど。俺もわかんないんですよ。プレゼンしてるのに。いや一緒に謎をこう調べたいところを詰めていこうぜっていうね企画なんで。なんですって。はい。じゃあ次いきますよ。土星の輪の間を飛んだ探査機がある。土星探査機カッシーニが着陸する前に、F リングと G リングの間を飛行したらしいですね。意外とやっぱ間空いてんだね。じゃあまあでっかいですからね。それがね2017年9月15日ですね。結構最近だね。はい、すごいなんですって。はい、じゃあ次いきますよ。土星の輪の間に、あ、これ13個目ですね。土星の輪の間に閉じ込められた衛星がある。その輪と輪の間に1個だけポンってある。飲み込まれちゃったんだね、その重力に。そう、それで軌道が固定されてしまった小さな衛星が存在するらしいですね。なんか他の惑星たちと何ら変わらず不思議と謎が詰まっていますと。木星の衛星、あ、すいません、ここ衛星エウロパについてはって、これはまた詳しい記事ありますねっていうお知らせだったっす。ああ、なるほど。はい、なんでこれも調べようと思えば調べれます。はい、まあだから衛星エウロパっていう星らしいですね。が閉じ込められて、あ、そうなんだ。衛星エウロパっていう衛星を持った惑星があるのは聞いたことあるよ。へえ。あ、もう一回言って今の衛星がある。はい、あ、俺人工衛星と間違えとったわ。ああ、なるほど。あ、そこに閉じ込められてる衛星がある。はい、僕の名前がエウロパなんです。なるほど、そういうことか。ああ、なるほどね。はいまあ、それもまた詳しい記事があるみたいなんで、うんうんうん、掘り下げようと思えば掘り下げれますと。で木村さん結構好きなんですね。好き好きっすね。へえ。俺木村さんがやった方が良かったっすね。やべえやべえやべえ。まあでもそのおかげで、うんまあ、この企画の趣旨に合いますからね。まあそうだね。それはって言われたことについて今度調べてきますっていう。うん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 、ありがとうございます。いえいえいえ。次はねバトンタッチして。はい。ということで次14個目。土星の輪は広く薄い。うん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 、そんな気がする。どんぐらいだと思います？土星の輪の薄さ。薄さ？はい。でも山クラスがあるだろ？山クラスがありますね。5キロ5キロ5キロ。うん。おーなるほど。うん、これ、うん、だいたい10から20メートル程度なんですって。意外と意外と薄いですよね。だいたいそうなんです。10から20メートル。丘ぐらい。うん。まあでも。薄い。天保山とか、そうか、ね、あれも一応山ですからね。めっちゃ薄いんですよ。薄いね、はい、ただ広さは28万キロメートル。結構28万キロメートル、はい、結構はあすごいですよね。すごい。めっちゃ薄い。地球と月が35万キロぐらいやったしか、うんうん、それのほぼ同じぐらいの幅の輪があるっていう。それがめちゃめちゃ薄いっていうね。だから横から見たらもう点みたいなもんです。ほんとそうだね、はい、それを耳って言うって、ね、ガリレオの想像力すごいですね。すごい、ねうん、まあでも傾いてたらさあそうか、うん、ちょろっとこう傾いてたらそういう風に見えるかなと思うけどね、うん、傾いてたなね。はいじゃあ15個目次いきますね、うんはい、土星の輪は光る。ほう氷があるからじゃないのっていうのもあるんですけど、うん、それが氷もあるし、うん、土星では雷とか台風がめちゃめちゃ起きてるんですって。でそれが反射して光るんですって。そうなんだ。規模も地球とは全然違うから、うん、その雷の光量が全然違うんですって、はい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 、そういうことか、はい、それで光ると。想像できない。想像絶するわ。絶するですね。だったら土星も光るやんって思いますよね。なんかまあまあそうだよね。反射してるんだったらね、うん、確かにそうだ。そうなんですよ。じゃあ次、うん、16個目、うん、近年新しい土星の輪が発見された。おさっき28万 km が、うん、の幅があるって言ったじゃないですか、うんはい、そっからさらに、うん1000万キロメートル離れた場所で大きい輪っかがその土星を中心にした1000万キロ、はいはあ、離れたところで発見されたと。すごいね、はい、すごい。めちゃめちゃ巨大らしいですね。それが土星に依存してるって思わないもんね、うん、思わない、うん、ただずっとその中心が土星でその周りを回ってるから相当な重力だね。いやー、うん、そうなんか他のその金星とかさ、はい、そっちもなんか影響ありそうだけどね、うんうん、そうなんですよね。ありそう、ね、でしかもこの輪っかは他の輪っかと違って逆方向なんですって。へえ。だし、土星の輪と比べて27度傾斜してるんですって。ああ、うん、はい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 。だからそいつらの影響もあってこうなってんじゃないかなって今俺思いました。調べてはないですよ、うん、そいつらの影響っていうのはその金星とかいろんな他の惑星の影響を受けて、あでもそうかもしれないね、うん、中心は土星なんだけどっていう、うんうんうんまあ、これも多分調べたらもっと詳しいことが出てくると思うんで。すごいね、うん、逆方向に回転してる、ね、でしかももっと傾いてるんでしょ、うん、はあそうなんですって。でもなんかそんだけさそれ1000万キロ離れてるさ、はい、重力っていうかさその土星を中心としてるならさ、うんうん、その20何万キロだったっけ8万のと1000万の間にもありそうだね。あ確かに、うん、確かに、うん、本当だね。まだ発見はされてないけど、うん、みたいな。でもそこの外の輪の重力が強すぎてそっちに持ってかれちゃうかもしれないですね。ああそっかそっか。うん、本当はね。でっかいいやすごいわ、壮大すぎる。マジで謎だらけですよね。これ気になるとこあったら言ってくださいって言ってるけど、ほとんど気になるわって思いますね。そうだね自分で読んでて思いますもん。じゃあ最後になります、はい、17個目、はい、土星の輪から衛星が誕生している。ほう、土星の衛星がってことじゃないかな。うん、うん、なんか2014年土星の衛星は土星の輪にある岩石や他の衛星にぶつかり合って生まれたことが分かりましたと。土星の惑星は今後も増えていくと考えられていますと。多分輪の中にある惑星ですね。あ、うん、エウロパみたいなやつが閉じ込められたやつとか、うん、その周りを飛んでるやつとかが増えてくんじゃないかって言われてますね。うん、でまあこの途中で言ったんですけど、土星の輪の中の衛星には雷や海が存在するっていうことが分かってきてるので、土星で生命が発見される日も近いかもしれませんという締めくくりですね。何をもって衛星っていうのかね。だってその山ぐらいの大きさの何かがあったらさ、もうそれを衛星と呼んでもいいんじゃないのかみたいなさ。そうですよね。完全な球体とかさ、例えば定義が。はい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 、うん、あ、その衛星の定義とかもちょっと詳しく知りたいですね。何をもって衛星というのが、衛星が生まれるってなんか独立したらみたいなところあるのかな。輪の中でぐちゃぐちゃした中の1個だとダメなんだけど、それがこうわって離れて輪と輪の間に入ってで独立して存在できるようになったらとか、その大気があったりとか。ああ、大気。あ、でも月だって別に一応あるか、うっすら海みたいなのがあったっていう形跡。それ火星でしたっけ？なんかあったっすよね。あるね。むずいわ。あと17個いっちゃったね。17個いっちゃいましたね。でちょっと今衛星とはっていうのを調べてみたら、惑星や準惑星、小惑星の周りを公転する天然の天体のことを指しますと。天体とは宇宙空間にある物体のことで、宇宙に存在する岩石、ガスなどのさまざまな物質が重力的にまとまって凝縮状態になっているものです。なるほど、凝縮状態になっているものね。なっているもの、バラバラになってないってことなんだね。うんみたいですね。もうだって言ってみればその輪もさ、うんうん、土星の輪もこう惑星の周りを回ってるものじゃない。そこのとの違いみたいなさ、惑星がいっぱいあるよみたいな。土星には惑星がいっぱいあって、あ、衛星がいっぱいあって輪みたいになってんだよみたいなさ、そういう捉え方ってできなくはなくないかね。できると思いますね。そこむずいな。難しいですね。なんか簡単に解説みたいなやつだったんで今のは。まあまあそうだよね。もっと掘り下げたらもっと詳しい人に聞きたいな。俺じゃなかったな。ケイスケ通達が来たよ今。あ、違う違う、だって今回は詳しいことやらない編って言ったじゃないですか。何をおっしゃいます。触り編ですもんね。詳しくやるときはもっと詳しく調べますから。すまねえすまねえ、元も子もないでしょ。怒られた。悪いのこっちなのに。なんですって。謎がいっぱい。そうなんですよ。まあただこの今日出した17個のことも知らなかったことじゃないですか。そうだね。だから僕その土星について調べますって言って入りでこれだったんで、ここスルーしていくのちょっと違うなと思って今回このさら浅いまずはここでバージョンをとりあえず発表した感じなんで、ここからねまたさらに掘り下げて順を追ってね詳しくしていこうかなと思いますね。そうだね。はい。土星博士になれる日も近いね。そう、ただ俺記憶力がマジでゴミなんで。アウトプットここでするからね。そうそう。残しとけれるじゃん。そうですね。また放送聞いて思い出して、またさらに掘り下げていきましょうと。なんかさ、ちょっと全然土星と関係ないけど、オリオン座の話知ってる？あ、最近光り方が変わってきたみたいな話ですね。はいはい、消滅するかもみたいな。うん、月ぐらい大きくなるんでしょ？爆発するとき。そうなんですか。うん、だから月が2つ。2ヶ月ぐらいだったかな、2ヶ月か3ヶ月は月は2つぐらいな感じの。すげえ、見てみたい、見てみたいですね。いやでも宇宙の時間からしたらさ、私たちが生きてる時間なんての、そうそうそう、本当もう瞬間じゃないですか、うん、そこ立ち会えるのかな、うん、いやどうなんですかね、ずっとこう言われてるみたいな、と言われてるってずっと言われそうじゃない？もうそれが気になって怨霊になりそうですよね。幽霊になってまで、あれを見るまでは成仏せん、爆発を見たいっていうね。でもなんかちょっと俺親近感だったんですよ。オリオン座って豊橋のマークに似てるじゃないですか。あ、似てる似てる。あれが一個なくなるってなんかすごいなっていう。もうどこ目立つしね。どこがなくなるんですか？上のなんか結構重要な、まあ4点あるじゃないですか。4点で真ん中の3点で、それどこがなくなるんですかね。あ、どうなんだろう。右調べりゃすぐ分かると思うけど。そうですね。でもその4点のとこじゃないの？そうですよね。真ん中の3点の真ん中の1個なくなっても、うん、あんまりなんかあーっていう感じですけど。そうだね、オリオン座じゃなくなっちゃうもんね。オリオン座のベテルギウスが、ベテルギウスがなくなる。はい。それどこなんだ？左上ですね。左上。はい。はですって。もうじゃあ現地時間ではなくなってんのかな。まあその可能性は十分あるよね。十分ある。なんか最近もう弱くなってるっつって、光が弱くなってで弱くなってその爆発するわけだね。最後なんか爆発するから超新星、スーパーノバ、スーパーノバ。なんか見てみたい。宇宙深すぎて。いや本当そうだよね。触り出したらいろいろ知りたいっすね。この科学の発達とともにまた新たな発見がさ、できてくるからね。なんかそのビッグバンもまだ終わってなくてみたいな話聞いたことありますよね。ただもう失速しだしてるから、もうその広がりが終わるぞみたいな、って言われた途端またその速度が上がったみたいな。ああ、そうなんだ。その広がる速度がまた上がってるっていうのが何年前かにテレビでやってた。不思議だね。いやなんかあのさ、2012年になんかフォトンベルトがどうたらこうたらっていう話とかあったじゃないですか。なんかあったね。電子レンジがとか、電池が爆発するぞみたいなのとか、それ知らないな。あったんですよ。その何でしたっけ、マヤ文明のカレンダー、マヤのカレンダー2012年がみたいな、それはフォトンベルトの話じゃないかみたいなのとか、どうなったのっていう。もう2020年だけど違った違ったって言ってなんだろうねみたいな感じで。今日の僕のプレゼンは終わりなんですが、皆さんもね今日聞いて、まあ、知ってることなり、あ、ここちょっと僕気になりました、私気になりましたがあれば、コメント欄残していただいて、そこからまあいろいろピックアップしたりして掘り下げたのをまた次回やろうかなと。まあこの土星ばっかずっとやっててもあれなんで、またちょっと別のものに軽くこの触り編やってみてとかっていうのもありかなと思いますので。なんで次例えば火星の触り編とかやりだした時に、詳しい人に聞きたかったっすっていうのなしですからね。触りですから。そうそう、触り編ですから。皆さん、そう、皆さんもそうですよ。これ触り編ですからね。お役御免通達ってやばいよね。そう、また詳しいバージョンもね。あ、まあでも火星はさ、Google マーズでさ、はい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 。結構詳しく見れるじゃん。そうなんですね。月と火星とアースがあるから、月と火星はもうそのインターネット上で見れるからさ、そういうのも面白いよね。それ使ってみても、あ、その動画ありでみたいな、まあ写真スクショ撮ってとか、なんかあれでしょ、人の顔を模した石があるみたいなさ、スプーンみたいな跡があるとかね、そう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 。ピラミッド、あ、そう、ピラミッドとか建造物が火星ですよ、確か火星です。モノリスがあるみたいな。そうそうそうね。なんかあの赤いのは加工してあるみたいな。そう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 、本当はみたいなね、あるよね。でその僕コウタさんと飲み屋行った時に出会った人に話してもらった話だと、うん、もう火星移住生活、計画は進んでるっつって、住める環境はもうあるみたいな、あもうすでにね、はい、言ってました、ね、ヒフスエレメントみたい、トータルリコールみたい、あトータルリコールもそうか、もう火星でしたっけ、トータルリコール火星だった気がするな。いやどっちもわからんすへえだったっす今ということで、はい、今日はこんな感じで終わろうかなと思っております。はい、わかりました。ご視聴ありがとうございますと、はい、この話もし自分だったらありがとうございました。でしたわ。次回も楽しみですわね。ではまた後ほど。